はい、さい、沖縄の好きです。はい、こう5万何日か、マインクラフト動画、サボっておりましたけど、はい、実際にはやっておりました。ちょっとね、周りにいた馬って、周りっていうか、この間ね、地下にいた馬、彼らをね、まあ、救出して、こちらに連れてきたり、まあ、いろいろやっておりました。うん。なので、なぜか知らないけど、この村、馬が3匹もいるという村になっちゃいました。どうしよう。馬だらけですな。で、この間廃校で手に入れたやつは、もう全部使い切ったんで、まあ、とりあえず、こんなところで。はい。というわけで、地下のね、あのスペース、もういっぱい掘り進んで、さて、どんな感じになったかっつうと、こんなんす。だいぶ掘りました。そして、まあ、このあたり、うん。スライムが湧いてたんでね、調べまくったんですよ。で、多分ここがスライムチャック。あ、上の方洞窟があったんで、まあ、その洞窟攻略しながら、ガーッと穴開けました。けどね、こっちにもスライムがいるんだよね。で、多分こんな感じで、まあ、スライムが湧く場所があるんだろうなと。で、チャンクベース使って一応調べて、はい。多分この辺り、多分じゃねえ、この辺りっていうのを、まあ、広く、掘ってみました。まだね、全部ね、掘り切れてないんだけど。なので今回も、とりあえず、掘りまくってね。で、もうちょっと掘ったところで、スライムのトラップタワーを作っていこうかななんて思っておりますけど、こんだけ掘んのすんげえ大変なんだよな。もうここ何日かずーっとひたすら掘ってるだけっていう。疲れた。ていうか、だいぶ掘るのに飽きてきました。けど、それでもここ全部ね、掘んなきゃね、何にもできないし。なんか、かっこいい下水道を作るっていう話があったりもなかったりもするけど、どうしよう、何を作ろうかな。まあ、スライムチャンク見つかったことでスライムのトラップタワー作るっていうことから考えると、まあ、下水道を作るというよりも、なんだろう、トラップタワー兼、なんか、何かを作ろうと。なんだろう。まあ、今のところそんなことをぼーっと、考えてんだけど、まあ思いつかないって。で、こうやってね、一周してくると、スライムが湧いてるんだよね。ほら。よし、スライムやっつけよう。あ、ほらほら。あっち側にもスライム湧いてる。こっちも。なので、まあここもうちょっと何層かにしたりして、よいしょ。とりあえずスライムやっとくか。よいしょ。でもこれだけでもね、だいぶね、スライムボール、スライムボールだっけ、この緑のやつ。これがね、溜まっちゃったんで、ここにね、処理用の施設、作んなくてもいいんじゃないかななんていう気分になったりもなんかして、するわけだけど、まあ、作んないとどうしようもならないから作るか。どういう風に作るかまだ全然思いつかないんだな。一応こう水流を、まあ、看板を使って制御しながらっていう方法で、はい、やっておりますけど、これもどういう風にするかは、あ、スライム増えてる。さあやっとこう。よいしょ。ここは結構掘るのが大変だったんだよな。テレビ見ながらやってたんで、ちょっとマグマに焼かれてしまったことが一回ほどあります。よし、準備やったかな。あれ、またスライム湧いてるわ。よし、やっとこう。あ、ゾンビの声がすると思ったらこっからか。よいしょ。よし。さてと、やっとくか。こっちにもゾンビがいる。剣がないからとりあえず斧を使って。よいしょ。
さ、このスライムたちも。で、ゾンビはさっきのやつが消えなかった。よいしょ。さあ、やっとこう。あ、ちょうどヘルメット壊れたからこれもらっとこう。あとで。スライムのトラップタワー。どんな感じで作ろうかな。よいしょ。そして、剣が壊れたんで、剣を一応作って、で、まあ、石をいくつか焼いてあったんで、これ回収しつつ、石炭を。で、そんで、まあ、とりあえずこの石使って、また、床レンガ作っとくか。この焼き石もだいぶ溜まってるんで、はい、これもあの時間外を使って、はい、石レンガブロック、そして床ハーフブロックか、これを作っておきます。とりあえず今回はこんなところでいくな。それでよいしょ、また床を引くか。よいしょ。さて、まあ、とりあえずちょっと今回、36個しか作ってこなかったんで36個、もうあと15個、10、4、3、2、1、0、はい、終わりもうちょいいっぱい作っとけばよかった。よいしょ、まあ、こんな感じでね、床を作って、今3層ぐらいまで作ったのかな。うん、これ、高さ40のところまで作っていくつもりなので、まあ、合計何層形式になるんだろう。うん、これもね、動画にしちゃったらあまり面白くないんで、時間外で、床を作っておきます。うん、ただ、なかなか湧かないんだよな。こうやって、ぐるっと一周したときに、まあ、2、3匹湧いてるというぐらいなんで、今回どれぐらい湧いていくかな。スライムが湧いてる間どこで待機してるかっていうのもまたこれ問題なんだな。うん、1匹だけか。こっちもいなさそう。いないね。 OK、 じゃあこいつをやっとくか。あ、落ちた。なんかで落ちたスタイムがね、こんな風にあれ流れておいで、まあ、水流で流れてくるわけっす。うん、ちょっとね、試験的にここでマグマで焼いてたんだけど、マグマで焼いちゃうとね、スライムボールまで一緒に焼けちゃうんで、マグマのやつは全部やめました。ここでどうやって処理しようか、うん、悩み中だな。で、とりあえずもうちょっと掘ろう。ダイヤもね、これだけ掘ったら、60ぐらいかな、ワンスタックぐらいダイヤを回収することができたんで、ダイヤの装備もちょこちょこ作っていこうと思います。でもこっちもダイヤが全然出てこないと。これだけ掘ったんだから100個ぐらいダイヤ出てくればいいんだけどな。というわけで、まあ、今回はこんなところで一旦終わりにします。これからね、しばらくトラップタワー、作りに燃えていこうと思いますので、よろしければ、チャンネル登録、コメント、高評価お願いします。というわけで、今回はこんなところで、はい、それではまた。